あの沖田画寮先生、我々アウトロー系から言われた雲の上のような存在、神みたいな存在ですね、情報があるんですよ。これに関してはね、裏を取っておりません。まあその当事者のフリー記者、フリーライターからのお話なんで、まあ間違いないかと思うんですが、だから沖田さんはその殺人事件で長期服役してたっていうことですよね。雑誌の再造っていう雑誌があるんですね。そこの社長と沖田さんが懇意にしているみたいなんですね。太蔵が右翼に凱旋をかけられたっていうことがあるんですね。で、沖田さんが止めたとかね、そんなような話なんですけど、それもどうなのかな。でも右翼を止める、右翼活動、凱旋止めるっていうことは、でも右翼を止めれるのは、ヤクザは警察に弱く、警察は右翼に弱い、凱旋が。右翼にはヤクザは強いんだと。今ある、その凱旋系の右翼活動をしてるところっていうのは、何らかヤクザの関係があるから、それを活動止めるっていうのは、上のヤクザの圧力をかけないと止めれないっていうことがあるんで、それができるっていうことは、反社なんじゃないのっていうようなことがどこかで言ったんですけどね。小学館には、ここ名前も出てるんだよな、女性セブンの〇〇さんという方がいて、沖田さんに、どうも弱みを握られていて、この無所ボケを刊行したというような情報が流れて、関係各所に圧をかけてね、いろんな力技で行って宣伝をしてもらう、あるいは泊まっているホテルや東京での、まあ尼崎なんですよね、にいて東京で泊まっている食事やホテル代も全部出版した持ちで、朝からね晩まで喫茶店にいて人を呼び出して取材するっていうスタイルで、周りがうんざりしている、そんなこともね、なんか私のところに情報がもたらされて、嘘か本当かわからないですよ。もし違ってたらごめんなさいなんだけど。で、まあこれは細かいことでいいんだけど、私が本当に沖田さんにお聞きしたいのは、いや、これがブランディングだとか演出だっていうことなら別にそうやって言ってくれ、あーと思うんだけど、もし本当に殺人事件を犯していて、それで服役して今の形があるならば、どうやらそういう風になるのかな？本当に難しいんですよ。というのは、私を含めて元出所者が社会に出て構成していくって本当に大変なんですよ。私においても一切のメディアには出れない、案件がもらえないっていうのはやっぱりそういったこと、でもそれをクリアしているっていうことはもうやっぱり素晴らしいんでありますね。じゃあそうなると本当は違うんじゃないか、元ヤクザとか殺人っていうのはそういう演出であってっていうなら、だって私だって東大法学部に出て元裁判官ですからね。いや、そうなんですよ。言っちゃった。それなのにもかかわらず、こう大変なんですよ。懲役太郎というふうにやっているだけで。だから、もしかして本当に殺人事件を間違いないよってなら、公判記録なり、新聞の記事なんかをそっと DM に、ね、Twitter DM に送ってくれれば申し訳なかったな。私は嘘をついてるなんて言いませんよ、そんなことは。そんな誹謗中傷になってしまうからですね。